こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響です。今回はムービーを中心にねご紹介したいと思います。購入した、仕入れした時の、思い出も含めてお話できたらなと思います。概要欄からですね、URL から夜9時からお買い上げも可能と。欲しいものがある方もない方も思い出話も含めて最後までご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。行きましょう。いいでしょう、これ。これはすごくいいですね。これめちゃめちゃいいでしょ。スナッチです。ラージ。後輩のね、はい、古着屋やってるやつがいるんですけど、はい、その彼に紹介してもらったディーラー、韓国系アメリカ人かな。へえ。おしゃれな彼で、すごく赤物をいっぱい吸いながら接客対応してくださいましたけど。ああ、よくないですね。その彼のお家で購入した一着ですね。今回その彼の家で購入したもの多いんですけど、とにかくね疲れてね、めちゃめちゃしんどかった。一番ハードやったんかな、あの日が。で、スナッチ、も知ってるでしょう、皆さん。はい。実はあれ、ブラッド・ピットが主演じゃないって知ってます？それは僕は社長に聞いてたんで、あれですけどね。あれね、本当は主演はジェイソン・ステイサムなんですね。うん。今でこそジェイソン・ステイサムって花形ですけど、当時はね、なかなかジェイソン・ステイサムじゃ数字取れないだろうと。なるほど。いうことで、脇役のブラッド・ピットが、ドセンターにねっていうような、面白い映画です。内容も非常にいいので、もしかすると若い方見たことな、ないっていう方も多いかもしれませんが、僕今このファイトクラブの T シャツの、サンプリングしたグレートランドの、T シャツ着てますけど、この中ではファイトクラブに並ぶぐらい、っていうか年取ってくるとだんだんファイトクラブのタイラーよりスナッチのミッキーの方がかっこいいんじゃないかなと。まともに自由に生きる男でございますけど、全然 T シャツのデザイン触れてませんね。そうっすね。シンプルですから、ロンティーでフロントプリントドンだけ、サイズ感も L ですが、ロンティーとしては比較的大きめの L です。僕だとジャストかな。響きだと少しゆったりめに着れるかなっていうサイズ感ですので、詳しくは響きの着用動画参考にしてください、はい、なかなかこれ見れません。そうですね、なかなかない、スナッチはマジない、レアさでいうとセブンのブートよりないかな。そうですね、スナッチは本当少ないですね。初入荷ですということでよろしくお願いします。これも同じ彼から買ってます。レオンなんですけども、レオンの時点でさ、買うやん。そうですね、見つけた時点で買い確定に近いやん。そうですね。やけどもパッて手に取ってこれいくらって聞いたら、想定の4倍、ぶっちゃけ言うとね、しました、もう仕入れ額言っちゃうと、言うんですね、$450 、だから6万50ドル。そう、ラッキーボーイ行く前日に1ドル10円下がったんで、140円だったんですよ。大体450ドルが6万近くしましたね。なんでそんなすんのって聞いたら、めちゃくちゃ珍しいと。これのさらにリプリントっていうのは出てるんですよ、今も多分 2,3,000円で海外で買えると思うんですけど、ただこれ僕も思ってたより全然高かったですね、正直。なので、これはもう好きな人、レオンという映画にね特に思い入れのある方しか買われないと思いますけども、とにかく珍しいっていうことで仕入れました。お値段、仕入れ値もかなり高いのでお値段もなかなか可愛くないですけども、それはもちろんないのですいません、ご理解ください。打って変わってこちらジョーカーですね。やっぱりアメリカ、ロスはタイですとか日本国内に比べて、次に紹介するスターウォーズもそうですけど、この辺の T シャツはまだ出ます。で、ただやっぱりお値段高いと、いう中ですごく人気のあるデザイン、こちらのジョーカー、グレートランド多分 2,3 回入ってきてますね。そうですね、XL とかだと本当もう4万円アップで販売、かつもう即完売って感じなんですが、これはいかんせんサイズ表記が M なんですね。あ、そうなんですね。かなり優しいお値段になってます。あ、なるほど。かなり優しいお値段です。細身の方ねですとか、女性の方ですとか、タイトめにね全部大きく着るのが全てではないと思うので、タイトめに着たい方にはかなりお買い得な案件となってますので、しのごの言わずに概要欄見て値段見てびっくりしてカートインの準備をお願いいたします。以上です。これね、スターウォーズ、何枚か買ったはずなんですよ。このデザインをですか？このデザイン2枚ぐらい買った気すんのよ。で、これは多分ね、初日の ローズボールの最初の店で買ってんのよ。おー、アメリカ人のおっさんやから高そうやなと思いながら、多分僕のローズボール行くっていう YouTube の動画の冒頭で行ってるお店なんですけど、バーって集めて、これいくらって聞いたら思ってる安かったの。いいですね、これ好きですよ僕。おー、マジでみたいな。すごく
すごくっていうか、まあまあお安くお出しできます。スターウォーズの中でも人気のある柄です、うん、で純粋にこのプリントの完成度の高さ、フロント帯バックいい感じ、あとサイズがちっちゃいのが多い中そこそこ大きいサイズ感ですので、うん、その点もポイント高いかと思います。なかなかもう見ないね。一昨年までは結構国内のフリギアさんも普通に入れられてるショップさん多かったですけど、最近マジ見ないです。この手は少ないですね。少ないです、マジで。お願いします。お願いします。キャットウーマン、これもフリマやね。キャットウーマンって何ですか？僕知らないですね。ほんまに言うてます？はい、キャットウーマンって何ですか？お前の大好きなルパン三世で行くところのミニフジコやな、はい、バットマンで行くところのキャットウーマンやな、はい、俺で言うところの嫁やな、はい、お前で言うところの笛さんや、はい、あーちょっとじゃあ違うっすね。違うか。まあバットマンの T シャツっていうのはね、僕たちのお店グレートランド大阪にショーンが来てくれた時にも、バットマンの T シャツこれええないって、俺バットマン超好きなんだよって言ってたんですけど、いい感染日本ではそこまでバットマンっていうのは需要がない、うん、おそらくはまあアベンジャーズが人気がありすぎるってことで、こちら DC コミックスのバットマンの中でもレアな球数のないキャットウーマンです。少なそうですね、それ聞くと。めちゃめちゃ少ないで、プリントがとにかくいい、おしゃれでしょ。おしゃれ、おしゃれだしょ。、うん、おしゃれですね。でサイズ感も大きくて、年代の割にはかなり大きいサイズ感です、うん、通常の XL ぐらいかな。でちょっとそれだけ短め、これを良しと捉えるか、ダメと捉えるかってところなんですが、僕は結構ね、まあ、袖切り族でしょ。中途半端に袖切りもかっこいいんですよ、まあ、これ袖残しのやつね。そうそう、これ切ってないですよ。これは純正の袖の長さですけど、はい、これはめちゃめちゃありなんですよね、うんうん、なので、まあ、袖カットはちょっと恥ずかしいと、うん、で肩幅って綺麗に落ちるので、うん、あのいい感じの30年越しの今風シルエットに、はい、まあそういうことになりますね。まあアマトのブランドがこういうねちょっとだけ変わった形の T シャツをヴィンテージのアーカイブの中からサンプリングしていってるんでしょう。ということでこちらのキャットウーマン、とにかくプリントが本当にいい。いいですね、うん、色合わせも非常にいい、うん、めっちゃかっこいいってことで即買いしました。あと思ったより安かったんですよこれ。あ、おこの値段やったらこの値段出せるやん、めっちゃいいやんと思って買ってきましたので、いいですね。ぜひともよろしくお願いします。めちゃめちゃおすすめです、キャットウーマン。ゴッドミルクオールスポーツ XL、 これはねロスのねメルローズのねウエストランドっていう、はい、なんていうの、リセールショップがあるんですよ、まあはい、サンフランシスコとかにもあるんですけど、そこで買いました。だからある意味ロス着いた日の昼一に買ってるからファーストピックですね。おお、僕ストーリーに載せたはずです。載せてましたっけ。載せてました。見逃してるな僕。で結構安く買えたんですよ。その後僕フリマで2回これ見たんですよ。おっと思って、どうせならさ数ある方がいいやん。そうですね、この即完売がお約束のグレートランド大阪としては、うん、1枚売れたら後から来たやつもまたパッと売れるやん。そうですね、と思って何万やねんって聞いたんですよ。200ドルって言われて、ああ、もう一枚見た時は180ドルって言われて、ほぼ一緒です、ね、これだからめっちゃ安かったのよ。あ、じゃあこれしか買えてない。これしか買えてない。だってさすがにさ200で買ってなんぼで売んのよ。いや無理じゃない、まあまあまあ、そうですね。でまあコンディションも良しです、サイズ感も良しです。ベティの中でも僕が思うベティ部分の中ではまあちょっと多いんでね、パロディが間違いなくトップ10には入ります。トップ3には入りませんよ、これは申し訳ないけど、まあ、多いってね。うん、だってそれこそパルプフィクションのパロディとかもある。そうですね、だからトップ3やったら嘘になるけど、うん、でもこの暗いトーンでちょっとこうセクシーな見返り美人、半身の牛乳のちょっとヒゲになってて、ゴッドミルク、はい、可愛いでしょ。ということでお好きな方多いと思います。女性が着られても可愛いし、うん、結構ご夫婦でヴィンテージ T シャツね、カップルさんとか一緒に見に来てくれるお客さんも多いので、うん、まあ交互に来ても男の人が来てもかっこいい、うん、女性が来ても可愛い、結構珍しいっていう、ね、確かにそうですね、なかなかないんですよこの手のタイプは、うん、なのでベティのゴッドミルク本当に高いんで、これ本当に今高いです。まだ現実的なものなんで、僕のファーストピックラッキーパンチで安く取れましたんで、はい、何卒よろしくお願いいたします。ガジーラですか。あ、 USA ゴジラなんです。これどこでこうだかな、これフリマやな。ピックしましたか、フリマで。でまあフロントプリントのだけでも売れ線なんですよ。あの、まあそうですね、足ドーンと同じぐらいグレートランドで売れ線なんですけど、バックプリントね、このパターン僕初めて見たんですよ。で初めて見たなと思ってて、もう一回フロントプリント見た時にトータルなんたらって書いてあるやろ、はい、それね確か通常ないのよね。そうですね、僕もこれ気になりましたね、ちょっと。なのでまあレアバージョンということをお考えください。サイズ感も良し、コンディションも良し、プリントのハゲもあんまりありません。めちゃめちゃおすすめ。ほんとフリマで、まあ、この手のものはもう一旦値段聞きますね。ゴジラ、まあ USA ゴジラでちょっとね
日本ゴジラとは別格で特に人気高い。微妙なラインですよね。これ日本ゴジラってレアなんだけど、かっこいいかって言われるとサウンドガーデンとのあれは別だけど、 USA ゴジラっていうのは、まあ、ジュラシックパークも含め、うん、さらに今後入手が困難になってくると思います。まあ、シンプルにかっこいいんでね。久しぶりに入ってきましたね。久しぶりですね、はい、よろしくお願いします。これね、サンフランシスコのねスニーカーコンで買いましたね。スニーカーコン行ったんですね。うん、ゴリラがさ行きたいっていうか、なんで笑う、はい、なんであいつの名前ってだけで笑うの。いやいや、名前なんで。いや、まあ楽しかったよなと思ってね、はい、あの時はこうなるとはつゆ知らず、あの時もね僕言ったんですよ、いろいろとやめとけよって。はい、まあそんなことは置いといて、スニーカーばっかりだったんで、僕今回スニーカーは買いに行ってないので基本的にもスルーしてたんですが、はい、ワンブース T シャツ出したやつがいたんですよ。おー、なるほど。あーっと思って見て、ファーって見てて、マルボロリザードとか買ってて、でこれあったんですよ。僕ねこれむちゃくちゃ好きで、ブランドバイヤーズヴィンテージの頃にこれラップアタックとオーサムキルっていう、このジュラシックパークのちっちゃいやつおるやん、あれの2パターンあるんですよ。そうなんすね。うん、両方とも入れて、はい、売れたんですけど、はい、そっから1枚も買えなくて。見たことないですね僕。意外とないのよこの脇役パターン。脇役の方がデザインいいのよ。あジュラシックパーク、うん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 、でやっとこそ、うわまさかサンフランシスコのスニーカーコンでこいつと出会うなんてと思ってなんぼって聞いたら結構高かったんですよね。他のも買うからちょっとなんとかせいやっていうことで、熱戦熱戦超決戦で値下げ交渉しまして、はい、なんとか買ってこれたんですが、その後彼がストーリーで僕の買った写真を載せながらグッバイマイベイビーってあげてましたね、はい、彼も売りたくなかったんでしょう結構向こうでもあれなんかもしれないですね、珍しいかもしれない。いやかっこいいんですよこれだって普通に、うん、でジュラシックパーク系はね本当に今、まあ、ゴジラと含めて、まあ、話が重複しますけどかなり入手困難になってきてるので、うん、特にこの脇役系は行っていただいた方がいいと思います。プリント拡大も出してると思いますけど本当にかっこいいのでお願いします。スウェットアモーラスト、ジュラシックパークのスウェット、これ思い出深いんですよ。お願いします。フリマで夕方4時ぐらいですよ、朝6時から動いてますんで、うん、腹ペコですよ、はい、こっちとら、うんうん、ほんだらフリマのその出店者がごっつうまそうな、うん、あのチャイニーズフードみたいなのを持ってきてちょうど、はい、食べ始めたんですよ、はい、こっちとら、7、8枚集めて、はい、値下げ交渉したいのに、で値段ついてたからハマチぜーって聞いて、その後僕の拙い英語でちょっとそれ俺も食いたいからどこで買えんねんって聞いたんですよ。だからそいつ自分が食ってるものを俺が売ってくるって勘違いしてえこれみたいないやいやいやみたいになって、アジア系の、アメリカ人だったんですけど、はいはい、なんかようわからん感じになった結果このセット安っってなったんですね。ようわからん感じ、俺がひもじいと思って安くしてくれたんかな。逆にっすか。海外に行くとすごくお金がない人に見られるからさ。タイでもそうでしたね。タイでもそうやった。あのロレックス行ったら接客してもらえなかったもんな。ねえびっくりしました、はい、ということでジュラシックパークのスウェットサイズいくつですか。ユニバタグのラージ。ユニバのスウェットですけど、はい、ユニバっぽくないというか、まあ、ザ・ジュラシックパークって感じで、うん、こちらこのタイプのスタジャンとかもね、うん、グレートランドでも一瞬で完売になりましたけども、はい、いいでしょうこれ。ザライド感じにちょっと汗始めてカシッとしだしたスウェットボディなので、うん、ガンガン着込んでいただけると思います。春まで、裾からねグレートランドのパックティ、うん、白を出していただいて、できればグレートランドのデニムがいいんだけど、そうでなかったとしても大体のパンツに合うと思いますので、うん、意外と着やすいかなと思います。肩も結構綺麗に落ちてくれるのでいい感じのタンタケボックスシルエットのスウェットです。はい、以上ですね。ということでロサンゼルス買い付け分本日もご紹介させていただきました。やっぱりね、ずっと YouTube 見てくださってる方は普段の入荷とちょっと毛色が違うなっていうのは、うんうん、お分かりいただけると思うんですよ、うん、やっぱこれがね、これがやっぱりねロサンゼルスの醍醐味かと。次はサンフラン、フェニックスとか全部行ってみたいんですけど、そうなると響きが毎日一人で YouTube 上げないといけなくなると思うので、いい商品が欲しい場合は皆さん響きのことを応援してくださった上でいいねとチャンネル登録いただければと思います、はい、本日夕方6時から店頭にてご試着およびご購入が可能と、夜9時からオンラインストアにてお買い上げいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長とグレートランド響きでした。バイバイ。